それでは18時30分もありました。トモティブなハッピーストライク始まります。よろしくお願いします。イエーイ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 。さあ今日はスタジオ内のテンションはマックスでございます。ゲリゲリキューさんです。はいそれでは紹介しましょう。ゲスト里見ケリオンの皆様です。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんみ、里見ゲリオンです。はい、里見ゲリオンからボーカルの里見さん。はい、どうも。はい、ギターの太郎さん。はい。そしてドラムの阿部ちゃん。どうも。はい、そしてシュウさん。ベースのシュウさんは今日お仕事なので、お仕事なので、はい。あるものです、こいつで。今日は代理の方に来ていただいてます。ちょっと可愛いな。はい。タトゥーもついてる。完全に抜かりなく変装済みということで、はい、はい、4人で活動されているバンドさんです。はい、はい、里見ゲリオンさん、ちなみにもう結成からどれくらい経つんですか？まだ1年ちょい。あ、1年ちょい。ね、阿部ちゃんが入る前に1人ドラムの方がいたんですよね。あ、いたね、いたね。で、それでその方も2ヶ月、去年の3月か、2月あたりか、うんうん、2月あたりにたまたまなんかコンビニで出くわしたらしくって、知り合いの方でコンビニの出会い、コンビニの出会い、再会、再会で、コンビニで再会して、再会してドラム叩くって話で叩きますかみたいな、そんな感じでノリで、そうすぐ立ってきて、で次の月ぐらいかな、うん、その時に歌もやっぱダイオンさん主催の歌声喫茶的音楽会でシュウさんと会いまして、うん、で文化屋になんか通うようになりまして、ほうずるずると、ずるずると助っ人からなんかシュウさんを引っ張り込んじゃってしてやったりみたいな、してやってしまったんですね。そっからそのまあ1ヶ月ぐらいかな、そうだね、大阪行っちゃってるよね。でやっぱ歌声喫茶的で、あ、このドラムの方もいなくなっちゃうんですよみたいなこと言って、その時に阿部ちゃんが出くわした、出くわしたっていうか、シュウさんが、シュウさんが呼んでくれたのかな。それで、ね、やりますかっていう話で今の感じで、縁が縁を呼んで、そうですね、本当に縁が縁の状態に、全てが歌声から始まってる感じなんですよね。じゃあもうずっとそこから始まって、ずっと歌声喫茶的音楽会にこう縁のある、とりあえず毎月出てるよう、はい、出るようにはしているんですけどね、うんうん、はい、里見ゲリオンさんなんですけれども、曲は主にカバーをやっている感じ、ね、カバーというか歌謡曲、歌謡曲ね、歌謡曲を、うん、これがなんていうの、普通に歌謡曲をコピーっていうのは誰でもやってるものなんで、これをやっぱり違うものにね、面白い、見てて面白い、ね、楽しみたいっていうのをやっぱ考えるとアレンジになって、ね、普通に歌うより面白いじゃないですか。でアレンジになって勢いがつくっていうとメタルになっちゃって、うんうん、それでいつものそれでこんななっちゃったんで、ね、激しい感じに、そうですよね。いや、歌っていて楽しいし、ステージも楽しい、そんな映像がですね今日ご用意ありますので、あの映像が、そうちょっと映像にじゃあ切り替えてみましょうかね。音が流せないのが非常に残念なんですけども激しい、また広げちゃってね、これかなり捨ててますけどね、来たぞ まさにこうなんだろう、もう全力でライブを楽しむ里見ゲリオンの面々というこの映像です。このステージがスイッチ入るっていうかさ、カチッとね、やりきんなきゃ困るねってさ、熱量半端ない、ね、これで飲んでないでね、シラフ、シラフ、私飲めない人、飲めない人だから私飲めないんですよ、本当にみんな信じてないよ、みんなザルって言うけど飲めないんだからね、相当飲んでるだろうって言われるもんね。私もザルとか湧くかと思ってたやっぱりそうなった、シラフです、シラフでございます。これがまた里見ゲリオンさんのステージは見てる方も巻き込んで楽しいという、はい、狙いでございます、それが狙いでございますからね、
すごい、なんかね、すごいんだよ。ステージからも熱が伝わってくるんですよ。熱量半端ない。汗と、飛び散る汗。汗がすごい、本当に。半端ない。阿部ちゃんもすごい。あんだけ動いてりゃ汗出ますわ。ほら、阿部ちゃん、本当大変だからね。阿部ちゃん大変。うん、だって、何次にも出してくれたのがうちらのためですよね。あ、ね、ずっと封印してくれてたのに次に出してくれて、おー、このために。うん、まあそうですね。ねえ、いや、音もだって数多いですもんね。数っていうかすごいですね。音数多いし、うん、激しいし、速いし、激しいし、どんどん速いしね。どんどんあるバンドあるあるライブになるとライブ終わって寝込んじゃったりね風邪ひいてね、すごい風邪ひいてやりきった寝込んじゃってさ。いやーすごい大変だなと思う。ドラムとかね、この時期は大変だよね。暑いしね。いやでも見てる方も本当に楽しくて、あの一回やっぱ会場でね、客席だからなんか見てたんですけど、すごいもう後ろの方まで、うん、後ろの方まですごいわーってなってたんですよ、うん、すごかった。ありがたいですね、本当に。すごかった。もうみんなすごいいろいろなんか声も出してるし出させてんのかな出してるってことは出せよとめっちゃ宗教教祖様教祖様掛け声が決まっちゃってるよ。そう、だいたいね、僕の気が好きだったからやっぱね、そういうライブ見ると決まってる。ビジュアル系こんなことやんないし。いや、やる。そう、動きがね、すごいね。ダンスって。ケツ動きが。ケツ振りはやんないんじゃない。こんなセクシーなバンドないよ。こんなセクシーなこう尻を振るバンドはないよ。やっぱね、対バンした人でね、やっぱね、驚き、衝撃だって言われるもんね。衝撃。うん、ライブが。インパクトすごかった。インパクトがね、こんなことまでやっちゃうのみたいな。なっちゃう。すごい。動きも大きいし、すごいなんか一緒になってこう乗りたくなっちゃうっていうか、声出したくなるんですよ、やっぱ。すごい、すごいよ。今度はパラソンも動くの。ねえ、ガチガチになっちゃうんだよね。ライブだと。ライブはガチガチになっちゃうんだ。ガチガチですか。ガチガチになっちゃうんだよ。ガチガチになっちゃうんだよね。ダメだ、全然ダメだもん。動かなくなっちゃうし、ね、手は動かない、顔は動かない顔体全体ダメだもん。あっとみさんの動きがすごいんだよ、これ。いや、もう私本番じゃなきゃこうならないから、ね、俺動くよりもさ、ボーカル動いた方が本番のこのなんだろういやでもそんなに動かない。動かなきゃどうするだろう。シュンさんだって動いてんだからさ。いやもうボーカル動いてなんぼかなって思うけど、動きがねすごいんだよね。こう普通のバンドとはちょっと違う感じのこのすごい感じがするんだよ。おかしい。ですぐパンツ回すんだよね。そう、食い込むもんでやっぱり垂れてくるもんでね、尻が食い込み直しをしてるよね。あの必見の一見の直し、オイル直し一見です。まあ、しかもこう必ず脱ぐ。そう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 、そうなるね。もうそうなったんだね。暑いからね。あ、そう、暑いのもあるし、脱ぐね。はい、ここを皆さん楽しみにしてる。そうね、なら脱ぎ用にちゃんと下に来てるからね。脱ぎ用にね、なきゃならんと。もう洗練されたステージパフォーマンスというほかない、このサトミレディオのステージでございます。だいたいあのライブのこと考えるよりも衣装をどうしようか。見た目の方もね。そうそう、見た目大事よね。このツールの MC も最高なんだよね、シュウさんね。そうそうそう、シュウさんね。シュウさん、シュウさん。MC もね、本当ね、面白くて、もうみんな声出して笑ってましたよね、やっぱり。掛け合いも面白いし、でゲリオンって呼ばれてるんですよね。そう、ゲリオンね。ゲリオンって呼ばれてるんですけど、あの必殺掛け声がありまして、うん、あのみんななんだろう、里見さんがゲリオンって言うと、みんなステージ、あの客席からゲリゲリって感じで、ゲリゲリ。これ打ち合わせないって思ったけど、もうみんな知ってるんだよね。あ、とても私が言わしちゃったんだよね。ゲリオンって言ったらゲリゲリつってつって、ステージの上で言っちゃったんだ。でもすごいのが一発目からでかい。こう罵声で帰ってくるんですよ。すごい。そう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 、なかなかみんな、おっと、もう一回じゃあやってみようかってバンド結構ないですね。ああ、あるね。でもね、一発目からすごいんだよね。なんか里見ゲリオンに関してはもう痩せてるのもある
しやつもあるね。引っ張る力覚えやすいやん、覚えやすい、うん、あれだよね、ゲリゲリちゃん、ゲリゲリちゃん、ゲリゲリちゃんだけど、ゲリゲリだね。はい、ストミゲリオンの時とゲリゲリ団の時があるっていう噂をちらっと耳にしております。ね、サトミゲリオンはシュウさんが入ってのサトミゲリオンで、はい、今日はちょっとあの大役で大役いますけども、普段はあのそんな人数がいない時はゲリゲリ団としてゲリゲリ団いろんなところへ出没してます。はい、電源陣という公演あ、来ていただいてありがとうございます。いやもうね、ゲリゲリだね、びっくりした。あの、じゃ結構里親のにさあちこちいるじゃないですか。びっくりするか。すごいフットワーク軽いんですよ。ほぼ寝なかったもんね、あの、うん、あの時もう1時間ぐらい寝てるかなって。そう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 。普段から早いじゃん。早いから朝だったからね。10時じゃん。8時ぐらいに起きても。いやでも透明でガーッつって。いやだからライブの時にこんなにタフでいられるんだなって思った。あ、いやもう普段から培われてるこの培われてるなんだろう体力そう、ここで始まっちゃうってあそこの駐車場から走ってさ朝からランニングしてライブを見に行くぐらいの、ね、ライブして結構距離だったもんねすごいよ、たぶんね、流してやっぱステージ立ってるとやっぱ観客の人って応援がやっぱね助かるもんで、やっぱ応援したいってなるしさ、私も助かっております。いや嬉しくなっちゃうし、嬉しいじゃん、嬉しいって言われると行ってよかったなってなるしね。もう自分ちのライブだけじゃなくてもうライブハウス、ライブイベントそのものをもう愛してる里見ゲリオンっていう感じ、ゲリゲリ家族だよ、みんなで結構ねいい話してるんだけど多分みんな映像に釘付けだと思うんだよ今、見ちゃうよね、全然聞いてないと思うね、多分そんな耳に入んなくて多分映像に釘付けだと思うんだよ、これからかみたいな感じこれから脱ぐのかこのおばちゃんおばちゃんじゃねえしそれでは一旦スタジオに戻しそうかなと思います。はい、スタジオさん、はい、そんな里見ゲリオンさんのライブが控えております。次のライブ歌声喫茶的音楽会、先ほど話題に出ましたけど、はい、ね、はい、里見ゲリオンスタートの時ということで、はい、そう、ずっとアニマルから出たことないんだよ、ね、思えばね、まだね、本当ですか、うん、じゃあもう、やばいもないし、アニマル育ち、アニマル育ち、純正、純粋、純粋、純粋アニマルバイオという感じで、うんうん、そうだ、はい、箱入り娘、箱入り娘です、ね、箱入りです、もともと、はい、6月9日金曜日、はい、ライオンズさんとアニマルネストさんの主催イベント、はいはい、毎月第2金曜日に行われております歌声喫茶的音楽会、こちらの方に出演されるということで、はい、はい、こちらがオープンが夜の19時になっております。はい、はい、ワンドリンク込み1500円なの で飲み放題がつけるの2500円、はい、はい、飲み放題2500円でやっております。いろんな人が出ますけどね、そうですね、はい、すごい反響がすごいよね、もう長いイベントですよね、こちらも2年ぐらいって言ったかな、なんでもう毎月毎月ね、コンスタントにやってらっしゃるので、おなじみアニマルでもおなじみのイベントの一つになってます。はい、ライオンさんにも以前スタジオに遊びに来ていただいたことがありますけど、あ、ね、はい、あのエリーさんが復活して、はい、来られるんじゃないかなって、ね、そうですね、もうそろそろ復活かっていう、ね、はい、感じの空気になってますので、はい、もうやっとに久方ぶりの完全体ライオンズも見れるかもしれない、はい、で里見ゲリオンも見れちゃうよということで、はい、ついでにね、里見ゲリオンはでも今回はあのシュウさん出れないもんですから、ゲリゲリ団っていう形でちょっと、あのボーカルはお休みです。お休みでちょっとえ、お休みなんですか。お休みして、あのちょっとね、4分弦があるやつを弾くみたいですよ。いや4分弦が来てるじゃないですか、ここで弦が言ったらやらないから、やばい感じですよ、バッチリ決めて やるみたいですよ、なんか本当にフラグだったね、これね、いや、ね、こうやったらもう出なきゃなんないもんね、パワさん作詞だね、なかなかやらなきゃなんないよね、不安だよ、阿部ちゃんがあの今回ボーカル絶対やんない、ドラム叩くからえ、パワさん
まさかチェンジで。チェンジ？チェンジするの？しないの。でも4本弦があるやつは弾く。もちろんそれ出てますね。あのね、とりあえず出たやりたくて買ったんですよ、ベースを。あ、ベースの4本の弦のやつ。言ったろお前。お前言ったろ今。ウクレレじゃないやつね。ウクレレじゃないやつ。そうそうそう。しかもね、なんかね、あのもろ メタルチックなね。ベースゴリゴリのやつをね。とうとうついにとうとうデビューしちゃう、うん、ついにね、はい、あの持ち方が変なんだよね、こんな風になって弾いてるの、ね、ちょうどもわかんないしさ何もど素人だよ本当にど素人が出ていいのって思っちゃう本当に。いやいや、でもそういうあれだからまあそういうね、うん、初心者ですけど、お願いします。でも、ね、頼れるフォローしてくれる。そう頼むよ、うん、音小さくしてる頼みますよ本当に見たい、視聴見たい。すごい限定でってことで、限定で他のところやって見せらない本当にまだまだダメですよ。これからの成長見てくださいよみたいな感じでね、そのうちもうあれじゃない、ベース弾きながら歌っちゃう。いやそれはね、ともちゃんの上を行くの。いやともちゃんどうしようとか。私はそうですよ。私ほら最初ギターに、ね、あの弦6本あるじゃないですか、はい、2本、あ、1本取ってましたからね。1本外して、はい、チューニング変えてジャーンで済むようにしてたんですよ。あ、なるほど。そう、なんだっけか、オープンだよね、マイナーチューニング。じゃあ押さえなくてもいいようにしてたんですね。そうそう、比較的何もしなくてもいいようにしてたんですよ。素晴らしい素晴らしい素晴らしい。今ねやっとパワーコードでやるようになって、ローコードまだ無理みたいなね、苦戦してますんで、一緒に頑張りましょうよ。なんかあのなんかちょっと親近感湧いたみたいな。ユニット組み出すんだけど、なんかど素人ど素人ど素人あの弾けないボートパリスの2人が集まってなんかやるみたいな。あ、いいかもしれないね。え、時々音出ればいいから、ギターの音とベースの音。時々2人ともお互い弾けないところでやったらいい。そこで弾けないとこはベースが担当して、絶対同じとこで止まるよね。それブレイクね。ブレイクっていうから、そこブレイクね。ミュートとミュートとかするからね。ユニット結成のフラグになってしまった。そんな歌声喫茶、毎月第2金曜日でやってますんで、6月9日金曜日、7月は14日の金曜日、ね、両方出る。名前入れてあるもん、ね、名前入れてある、うん、出る、はい、出ます、何としても、うん、強制だなもんなお、出るからね、出ちゃいます。予約、はい、なんせね、人気のあるやっぱ音楽会なもんで、すぐ埋まっちゃうんですよね、枠が。あっという間ですよね、いつも見てますけど、やっぱすぐ埋まっちゃうなっていう。そう、ぜひあれですよ、モーニングコーヒーの方でしたっけ。モーニングコーヒーの方でしたっけ。違うから、2回目。ゴゴッチーの。ゴゴッチーだからね。この人たちステージやってる間に一つのバンド名解明するんですよ。モーニングコーヒーだ。モーニングコーヒーだったからね、終わる頃には。ゴゴッチーだからね。ゴゴッチーの方もぜひ。音楽会は。ね、そう、なかなかね、そう。なかなかバンドでライブに出れない方とかも、こういう機会にぜひ。ライブに参加してみてはいかがかなと思います。毎月チャンスあるからね。毎月チャンス、本当チャンスありですよ。チャンスありですよ。だって慎吾くんちもせいくんちも飛び入れで参加しちゃったもんね。あ、音楽会。じゃあそうそれこそ県内っていうか、ね、その辺のこうライブハウスで見る方々が、うん、そう見に来て、あ、じゃあ出ちゃいなよみたいな感じで、ね、軽いな。そう軽い感じの、だからゲリゲリ団で出れるのかなっていう、そういうそういうのもありますよ。じゃあぜひ貴重な里美さんを見に行っていただきたい。はい、里見ゲリオさん、ちなみに普段曲カバーでやってるんですけど、アレンジは主にギターのシュウさん。そうですね、シュウさんが、すみません、ギターは太郎さんです。ごめんなさい、何でもギターになっちゃう。ベースのシュウさんで進行のね、曲の進行とアレンジ構成を分かってるのがカバーちゃんとシュウさんで、何時間でできるんですよね。さっとやっちゃうの。さっと、まあ、さっとパッと。さっとパッと。こんな感じでやっちゃうのね。そう、やめていくね。なかなかでも展開がね、
複雑な展開をするもんで、普通にサクッとじゃあこれでいいかな。なかなか覚える、あの2人だからこそできる感じで、何もそんな練習もそんな少ないですし、3回とか歌声までとかに、その中でこうやっちゃう。いやでもそれであんなにこうステージパフォーマンスできちゃうっていうのはすごい。あれはあれ。とりあえず曲が決まって大体こんな感じだなと思ったら衣装を決めて、ほうでこう どうやってパフォーマンスするのかなと自分でね。で歌詞は歌詞は練習中にっていう感じもあるし、あとね普段の生活で覚えてずっと。英語の歌詞なんかねすごいで、あの振り仮名っていうのに振ってんだけど、その振り仮名も怪しいの。どういう振り仮名が怪しい。振り仮名も怪しい。だから耳コピーってのはあんまり聞いたまんまを。そのバンドの中ではカタカナ変化っていう。そうそう、カタカナ変化。全部カタカナにして英語の名前ザザザカナにカタカナ。ボントゥーワイルドなんてよく知ってるさ、ね、ゴゴティさんもやってくれたから、ね、そうそうそう、訴えたくてしょうがないよね。ちょっと今度上がってきてよ。マイク向けっから来ちゃえよ。目指しなんだっけ。ゲイユモアラーに。そう歌ってる。そう歌ってたっけ。聞こえるから。ゲリオンのゲリが来てる。ゲイユモアラーに。そうそう、シュウさんがいつものラーメンとか。そうそうそう。いやこのノリは魅力だよね。でもそう、曲自体も原曲と全然違ったアレンジなんですよね。それがすごいと思って、なんかもうあのいい意味ですよ、褒めてる、いい意味で原型ないぐらいになってるじゃないですか。すごいなと思って、ここまでアレンジしちゃう、で自分ちの曲になるんですよね。それがね、すごいんですよ。もうなんかね、早いし多いしかっこいいんですよ。あすごい、早い、うん、すごい、うん、だから阿部ちゃんがそう、阿部ちゃんがもう汗くしょ、汗くしょ、大変ですよね。みんなが知ってるあの曲もゲリオン風になってしまう。そうね、でそう大体昭和だよね。そう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 、昭和昭和なんです。昭和のヒット曲を大体アレンジしてるから、さらにヒットになるっていうね。そう、すごくすごいんですよ。なんでもあ、これこんな曲、この曲こういう風になっちゃうんだっていうのが絶対楽しめるんだけど、絶対みんな知ってる曲1曲入ってるから、ね、そこがね、こう、まあ、タイトルを言わないと、うん、何の曲が始まるか分からない、分からない。やってる方は分かるよね。そうそうそう。で、シュウさんがあの MC の途中にこの次の曲のタイトルらしきものを暗示でこう、うんボーカルに送るんだけど、全然伝わってない。全然わかんない。全然わかんないや。あーってなっちゃう。全然伝わってない。後でちょっと言われちゃったね、これ。言われちゃうずーっと言われてるからこれ。そうか。せっかく振ってくれてるのに。出してるのにわかってないと。はぁつってさ。パススルーなんだ。そう、パススルー。スルーで。最近それはちょっと頭に置いて。聞いてないだよね、結局シュウさんの話は。あんまり聞いてないかもしれない。聞いてないだよね。いやーもうね、絶対見てほしい、私も思って。みんなね、それこそこの前ライブにね、ご視聴させていただいた時にですね、アニマルね、一回ね、対バンやっとできたんですよ。その時に、自分っち、後ろでね、お客さんが見てて、で、最後にね、あやっとゲリを見たけど、こりゃハマるわってめっちゃ言ってた、女の子が、ね、言ってたんですよ。いやこりゃそりゃみんなハマるわって言ってて、もうなんかね、納得した満足そうな表情で帰っていったと思うんですよね。嬉しいことだ。愛されてるな、一番目的で。なんか、ね、後ろが盛り上がってたもん、なんか嬉しいですね。やばいわーって、本当にもう超面白いって言って超面白い、死んで帰ってもらうのが目指してるんで、すごかった。もう毎回全力のゲリオンプレイ、はい、ありがとうございます。はい、まずは歌声喫茶的音楽会で、はい、見てください。とりあえずその後はまたちょこちょこね、あのライブを入れていきたいと思いますけどね、はい、ホームからは出ないんですか。えホームのアニマルからは出ないんですか。いや、できれば出たいんですよ。あ、出たい、うん、出たいっていうか、あの出たいっていうか予定あれば出たい、予定があれば、その
他でもやりたい、やってみたいですよね。ちょっとオファーチャンス、オファーチャンスだよ。オファーチャンス、そう声かけたらいい、いい、オファーチャンス、オファーチャン、オファーチャン、オファーチャンです。これうっかり聞いてるとおばちゃんって聞いてる。オファーチャン、オファーチャンだから。そう、ライブハウス関係者、イベントやってる方、ぜひチャンス、チャンス聞きましたから。あの話はね、ちょこちょこいただいてるんですけれども、やっぱね、シュンさんの仕事の関係とかでなかなかあの出れなかったりするんですけど、いや、まあ、でもできればね、フルメンバーがいいですもんね、やっぱ行って、もうシュンさんにも無理やり引っ張ってね、無理やり引っ張ってでも出しましょうかね。それは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 ダメだね。それは良くないわな。誰かの力を借りて、いや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 、誰かの力を借りて。いや、それこそね、アニマル以外でも、あの中東部、いや、中西部、中東部、東部いつもいるわ、中西部の活躍もぜひ楽しみにしてるので、ね、はい。そうかね、ぜひね、見てみたいしね、見てみたいね。関係者さん、オファーチャンスだから。助かる。行ってみよう。まだまだですから。ポコ。まだまだ、とりあえずアニマル攻めないと。攻めないといけませんから。はい、まだまだ。そんな今後の活動もね、盛りだくさんのアトミゲリオさんなんですけども、Facebook ページがございます。はい。で、あ、出てないけど、ごめん、出てない。出てない。そう、出てないですけど、はい。あの、Facebook ページで、サトミゲリオンって検索するとですね、出てくる、出てきます。変な画像と、はい、変な画像と一緒に出てくる。はい、出てきますので、そちらをぜひチェックしていただいて。大体動画の多い。そうですね。あの、いろんなライブ、いろんなライブ行ってるんで、視察に、そう、視察と応援と、はい、撮ってきてますので。撮っていただいて、皆さんの応援してる皆さんの、うん、フル動画、動画をバッチリ上げてますので、もそう、それこそね、ゲリオン推し版もいっぱい見れるかもしれないです。はい、Facebook ページチェックしてください。で、はい、動画はですね、里見ゲリオンさんのさっき見ていただいた動画もそうですけど、ライブ動画って結構上がってるんですよ。うん、はい、なので、今日ちょっと残念ながら音を流せなかったですけども、YouTube でぜひ、里見ゲリオンでチェックしていただいて、普通にね、Yahoo とかで検索するとね、里見ゲリオンって入れるだけで上が全部 YouTube です。そうなんだ。私今日、そう、来る前に見てきた。いや、知らない、私そんなのしたことないや。なんか Facebook ページと、なんか YouTube ばっかり出てくる。あ、そう、意外や意外、わーって感じが出てくる。見たことだよ、見たことないよ。いや、ぜひ、ね、検索してチェックしていただきたいと思います。はい、それでは残りもあと2分ほどになってまいりました。はい、エンディングテーマでですね、はい、今日ずっと BGM でも流させていただいてました、フィルイットアップさんのアリス流れてます。いいよね、かっこいいよね。最近 PV やってる、なんか作ったよね。そうそう、そちらもちょっと、そう、気になりますね。私も気になってるんですよ。 PV できたらすぐ見たいなって。どこでやってるの。いや、ゲリオン PV 作んないですか。作んないよ、あれ。そんなんじゃないから。どういう PV だと思って。あ、でもなんかライブ映像がすでに PV だよなって思って見てるんですよ。なんか普通にマルチカム編集とかしたら全部 PV になっちゃう。だってパフォーマンスかっこいいから。そう、3つぐらいカメラ置いてさ、そうで、阿部さんの近くにも1個置いてさってやったら、普通になんかこうかっこいいゲリオン PV できちゃうなと思って。できちゃうかもね。なんでもう1回1回が毎回もう本気のライブですごい楽しいからね、あの PV できないのかなって思ってる勝手に。ね、そのうち作りましょう。あの、渚で走ってるみたいな。そんな健康的な気がする。夕日の中は。力こう出てきて。ちょっと可愛い。はい、そんな感じ。シューさんやってくれる。やってもらいたいね。ね、見てみたい。そんなお茶目な里見ゲリオンの皆さん、30分あっという間ですね。本当だね、はい、早いですよ。みんなちょっと喋れないとか言って絶対嘘だと思ってたから、そうね、喋る、結構喋る、嘘つき女子だから絶対嘘だと思って。そう、ぜひ、ね、ライブ会場でも話しかけてみてください。超楽しいから。それでは最後はおなじみの、あの合言葉でお別れしたいと思うので、はい、どうでしょう。はい、じゃあ行きますか。はい、はい、じゃあゲリオン、ゲリゲリ、里見ゲリオンの皆様でした。ゲリゲリ、ありがとうございます。ロータスフラワーでーす。違う。これも大喜び。そうだね、最後に小ネタ。あーちゃん、そうちゃん、大喜び。ロータスフラワー出ましたね、今ね。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
こんなとこでも汗かくんだね、私ね。やばいな。いや、俺も汗かいてる。びっしり。ね。あ、阿部ちゃんもう。高校。阿部ちゃんの汗が。スインバス並み。